何かしらやられない限りはもう全然視力落ちないんです。あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳です。今日はなぜ糖尿病の方は眼科に行かなくてはいけないのかをお伝えします。糖尿病ですねって言われたら、必ず眼科に行きましょうことを主治医の先生から言われると思うんですけども、なぜ行かなくちゃいけないのかと言いますと、糖尿病の病気はですね、合併症で目に来るんですね。だいたいヘモグロビン A1C っていう血糖値の成績表の値が 7% 以上の方は目の奥に眼底出血がなどが出てくる糖尿病網膜症っていうものが出てくる可能性が高くなりますので、やはり年に一度最低は行った方がいいです。ただヘモグロビン A1C が高い方は、あと眼底の方に出血などが出てきている方はもうちょっとこう頻繁にね、眼科に行かなくてはいけないと思うので、眼科の主治医の先生に何ヶ月後に来てくださいって言われたら必ず行くようにしてください。で、網膜症って何なのっていうと、これこう目をですね、こう横に切ったところですけども、カメラのフィルムに当たる部分にこのオレンジのところですね、ここが、網膜と言います。で、ここにですね、糖尿病によって目の奥に酸素が行かなくなったりしますと、変な血管がこうわーっと生えてくるんですね。で、この前から覗き込むと神経が目の奥にあって、この神経の隣で実は物を見る黄斑っていう場所があります。動脈静脈があるんですけど、こういうところを、眼科医が見てるんですが、この検査をするときは一つ注意点がありまして、瞳孔を大きくさせる目薬をさしてから30分ぐらいお薬の効果が効いてから眼科医が読んで目の奥の診察をするんですけども、ちょっといつもより時間がかかる、待たなきゃいけない。あと瞳孔を開いた状態が 4,5 時間ぐらいこうずっと続いてしまうので、焦点が合わなくなってしまうんですね。歩いて帰ったりはできますが、運転とかパソコンとかができなくなりますので、そういう検査の後、仕事とか運転がない時に行かないといけません。で、普通の状態で見れないのっていうと、瞳に光を当てて目の奥を見るんですが、光当てますとね、瞳が小さくなってしまうので、こう観察できる部位が狭くなるんですね。なので必ず瞳孔を開く検査が必要になりますので、大丈夫な時に行ってください。で、自分は視力も落ちてないし、別に糖尿病のコントロール実は悪いけど、全然視力悪くないから行く必要ないと思ってるんだよって人いらっしゃると思うんですけど、なんで視力がね、良くても行かなきゃいけないかというと、この神経の周りのですね、隣にある黄斑っていうところ、ここが何かしらやられない限りはもう全然視力落ちないんですね。あと何も症状が出ません。もう周りにいくら派手派手しく出血してたり、タンパク質が漏れてたり、白いものが出てきたりするんですけども、絶対自覚症状ないんですね。で、もしそういう状況になってたら、やはり治療していかないと失明につながりますので、本当に自分の目が大丈夫なのかっていうのは眼科で検査をしないと分かりません。で、ここにこうひどくなって、もう目のここもぐちゃぐちゃになって、血だらけになって、目の奥に水が溜まってみたいになって、視力が悪くなってきますから、必ず、ヘモグロビン A1C が高い方で、正常であったとしても1年に1回は目の奥の検査をするようにしてください。あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳でした。実は本を2冊出しています。目を良くしたいならズボラがちょうどいい、目を5秒閉じれば自律神経が整う、ぜひ読んでみてください。